伊豆、小笠原諸島を中心に分布する蝶々王、友禅。模様が浮き上がって見えるこの独特の柄が、和服の友禅に似ていることからその名がついた日本固有の魚です。ダイバーに人気の魚ですが、その生態はほとんど知られていません。葛西臨海水族園では、その生態を調べるために2012年から調査を行っています。生態が解明されてくれば、個体数が減少した場合に原因の推定や回復手段が分かり、保全に貢献することができます。今後も調査を続け、知られざる友禅の生態を明らかにしていきます。